こんにちは。JR 国分寺駅南口徒歩2分にあります額縁と洋画材料専門店次男画房2代目店主長谷川です。いつも頭に手ぬぐい巻いてます。今日はちょっとかすごく簡単に、油絵始めたいんだけど、どういう道具を揃えればいいんでしょうという、疑問があるかと思いますので、そちらのご紹介です。油絵始めるのに何が必要か、まず第一に絵の具ですね。これはもう初心者の方だったら12色のセットとか、初めにお買い求めいただくのが一番いいかと思います。ただ、白と黒がセットの中だと入っちゃってますんで、実質色としては10色になってしまうんで、こちら1箱お買い上げになって、あと自分でこの色綺麗だなとかいう色をね、単色でお買い求め何色かされると描くとき楽しいんじゃないかなと思います。あと、その油絵の具を溶くための溶き油、ペンティングオイルなんて言いますね。これもいろいろ油の種類あるんですけども、これはもうメーカーさんが一番書きやすいように調合を初めからしてる油です。だんだん書いていくうちにこれじゃ物足りなくなってくるかもしれませんので、その時になっていろいろ買い足していけばいいかと思います。あと、筆ですね。筆。これも一番初めに買い求めなるんでしたら4本組とか6本組とかそういうセット出てますので、そちらをお買い求めになるのが一番簡単かと思います。あと、その筆を洗う必染油、ブラシクリーナーなんて言い方もします。油絵の具、とても水で洗ってしまうとですね、絵の具落ちませんので、専用のこういうクリーナー、ありますんで、灯油に近いようなものなんですけども、こちらの方で絵の具溶かして筆洗います。あとですね、パレット、パレットも木製パレットとかいろいろありますが、一番初めはこういうペーパーパレット、こんなのが手軽でいいかと思います。あと、絵を描くためのキャンバスですね。キャンバス、こちら F6 っていうサイズなんですけども、こういう木枠に麻地の布が貼ってありまして、白く地塗りしてあります。これに直接、油絵の具で描くことができます。最低これぐらい揃えていただければ油絵の具描き始めることができます。だいたい今ご紹介したやつで揃えますと、トータルで、6500円、単色で絵の具若干追加すると、7、8000円あれば、一通りのものは揃えられるかと思います。あと、必要に応じて、自分で欲しいものを買い揃えていくのが一番効率的かなと思います。次男画房でした。ありがとうございました。